プリンスレターズ from 阿月明人。落ちこぼれから一発逆転、学園主催の野場公演で最高のステージを披露してデビューを目指すことになった俺たちは今、しーちゃん先輩、プリンの茶色い部分ですよ。はい、あーん。自分で食べられるな。いいからいいから。しんくん、ゆずくんのあんはレアだよ。苦手を克服する努力の真っ最中なんだ。おお、食べた。すごいよ、しんくん。食べられないわけではないが、あとは頼む。はや、モーコーさん？茶色いとこも美味しいけどな。どうしてこんなことをしてるかっていうと、話は昨日のアーシャ撮影に遡る。あ、アーシャっていうのは宣材写真のことで、俺たちの初めての仕事ってことになるのかな。じゃあ崖っぷちトリオかっこ仮の皆さん、撮りますよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。崖っぷちトリオかっこ仮って何？だって俺たちまだユニット名も決まってないし、管理人さんがアーシャ撮影までに仮でいいからつけてって。だからって崖っぷちトリオはない、ダサすぎる。ああ、ナンセンスだ。3人とも、もっと顔を近づけて。はい。しんくん、あきとくんの肩に手乗せられる？はい。近いな。はい、目線ください。しんくん、ちょっと表情が硬いな。笑える？笑う？ひっ、怖い怖い。しーちゃん先輩、それ笑ってるつもり？子供泣いちゃうって。しんくん、楽しいことを思い出してみたら？愉快なこともないのに笑えはしない。は？それでも笑うんだよ。笑顔はアイドルの最強装備なんだから。じゃ、ソロでも撮っていこうか。いいね、いいね、ゆずくん。じゃあ次はかっこいい感じで行ってみよう。こうですか？いいね、いいよ、そうそう。すごいな、ゆずくん、やっぱプロだよね。ああ、カメラの前でとびきりの笑顔を見せるゆずくんを見て、しんくんもいろいろと考えることがあったみたい。カラメルが食べられないとか、しーちゃん先輩ってお子様なんですね。何度も言っているが、苦いから苦手なわけではない。急な味の変化についていけないだけだ。何それ。でもさ、俺たちデビューのための努力してるんだよね。なんだか努力の方向がずれているような。てか、アッキー先輩もピーマン残してる。巻き込まれた。好き嫌いは良くないですよ。すみません。いつまで僕にビビってんだよ。無理もないだろう。あんな手本のような猫かぶりを見せられた後では。すみませんね、イメージを壊しちゃったみたいで。で、違うよ。ゆずくんのことは子供の頃から見てたから、なんか芸能人って感じでまだ緊張しちゃうんだよね。へえ、アッキー先輩って僕のファンなんだ。うん、実は昔ドラマとか見てたんだ。ほら、めちゃくちゃ人気のあった月曜の夜の。幻滅したでしょ、僕がこんなんだって知って。
なんで？確かにゆずくんがこんな子だなんて思わなかったけど、素が見られるなんてメンバーの特権でしょ。むしろラッキーみたいな。ふん、変わってんね。そうかな。じゃあアッキー先輩にファンサービス。ん？ピーマン食べよっか。はい、あーん。好き嫌いしてねえで食え。おおおお、どっちが子供なんだか。いくらゆずくんのワンでもピーマンは無理。あ、逃げんな。あ、おい。あ、アッキー先輩いた。もうどこまで逃げてけって、何その猫。さっきそこで見かけてさ、抱っこしちゃった。ポストだにゃん。ポストってその猫の名前？うん、管理人さんがそう呼んでるの見たことあるんだ。学園に住み着いてるみたい。ふーん。ねえ、僕も抱っこしたい。僕と猫の組み合わせなんて絶対可愛いじゃん。そっとだよ。分かって言って。おいでポスト、にょーん。あ、まったく、自分の演出のために猫を使おうとするから嫌われるんだ。嫌われてないし。シンくんの足にスリスリしてる。すごい懐かれてるね。知り合いだった？ああ、中庭で読書をしているとよく膝の上に乗ってくる。なんか納得いかにゃい。ついてきてって言ってるよ。言ったかな。だがあの動き、あながち間違いではなさそうだ。仕方ないな。しんくん、ゆずくん、大丈夫？ああ、狭い道だな。これ道？急行車と壁の隙間じゃん。制服汚れちゃうよ。あ、出口が見えてきたよ。すごい。小さなイングリッシュガーデンのようだな。綺麗。おとぎ話に出てくるお茶会とかできそう。そうだね。学園の中にこんな場所があったなんて知らなかったよ。ああ。ああ、行っちゃった。ポストは俺たちにこの庭を見せようとしてくれたのかな。よれだ、そろそろ戻らないと。ああ、猫を追いかけて昼休みが終わるとか、僕たち何やってんだろう。確かに、こんなバカバカしい時間を過ごしたのは初めてだ。あ、笑った。笑ってなど。笑ったじゃん。いい笑顔だったよ。にやつくな、私だって笑うことくらいある。何？あ、ポスト戻ってきたんだ。口に何か加えてないか。お、封筒みたいだけど。宛名のない手紙のようだな。ゆずくん、中には何が入ってるの？なんだろう、なんか硬い。 おい、勝手に開けるのは。あ、これって CD だ。あ、まだ中にメモが。あずきあきとくん、冥王院しんくん、ゆずくん。この曲を君たち三人に歌ってほしい。君たちのファンより。一体誰がこんな。
あれ、ポストは？いない。まずい、早く戻らないと授業に遅れる。そうだな。じゃあ誰が一番早いか競争しよう。よーい、ドーン。は？ちょっと、僕汗かくの嫌いなのに。あ、管理人さん。おはよう皆さん。ちょっと心配で様子を見に来たんだけど、すっかりユニットらしくなりましたね。先輩の歌は僕たちの武器だよ。アキト！